ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに船子康彦君が委員を辞任され、その補欠として、天畑大輔君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、 厚生労働省健康局長佐原康之君ほか8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働。